この質感はミリプットエポキシパテで再現。2本を同じ比率で混ぜると 2,3 時間で効果。ベタつきが少なく簡単に切削できる優れもの。フィギュアに盛り付け、服の再現をしていきます。セーターのシワをスパチュラでつけていきます。その大きさわずか 0.8 ミリ。そして鋭く細かな凹凸は塗料をかき混ぜる調色スティックでつけます。すでにパテには布の質感がしっかりと生まれています。いかなる素材をも自由に再現する平田の技。そして軍用セーターの縦に網目の入った模様の再現。服の模様はリューターで一本一本削ります。細かいですね。その細かさ1ミリ。数にして68本の模様。シワの入り具合、本物の質感を追い求めた結果が8時間というこだわりよう。そして今回初めてのサーフェイサーは肌色の発色を良くするために拭きます。肌色はエバピンクをベースに塗装します。人間の肌っていうのは肌色をベタッと塗っただけだと単にペンキを塗っただけなのかなということになりがちなので、何回にも塗り重ねることになるわけです。乾く間に髪の毛を塗装、そして再び顔へ明るめの色を塗ります。色を重ねることで生きている肌ツヤになると平田は言います。顔の大きさ 1.3 センチに対して4ミリの平筆であえて筆ムラを出しながら塗り重ねていきます。そして3色目、キャラクターフレッシュ1、さらに明るめの色で塗装を積み重ねます。顔の大部分ができ、続いて細かな描き込みへ。塗料は艶消しブラックとマホガニ。細筆で目の輪郭を描いていきます。息を呑む真剣勝負が続きます。顔の命、瞳を入れます。徐々に魂が吹き込まれていきます。そしてさらにこだわりが、目のですね、この下のまぶたの線をですね、オレンジ色のこういう線が入ってるとはっきりとした眼球ができるわけですね。クリアーオレンジでフィギュアの目元がよりシャープになり、目に力が宿ります。たった一筋の線もおろそかにしない平田。唇にはガンダムカラーのピンク、紅を引きます。クリアは薄めて使用。唇に潤いを持たせます。
唇もちょっとグロすぎるのか。瞳にも潤い、フィギュアに塗装が全て施され、いよいよ無人戦闘兵器が動き出します。腕塗装の演出家平田秀明珠玉の作品、マシーネンクリーガーガンス。全身に筆塗装が施され、筆ムラを生かしてできた絶妙な色合い。全身に白く塗装された陶器迷彩、その下に透けて見える二色迷彩が美しく見せています。鋳鉄の質感がそのまま重量感につながるボディ、塗装の剥がれ具合が使い込まれた質感を演出、寒さを感じさせる凍った泥汚れの足。そしてガンスの特徴であるさまざまな流用パーツもこだわりの重ね塗りでよりメカニカルな質感に進化しました。細かい傷は雑木林を歩いてきた証。活動時間を表す錆具合とその傷み具合、そして艶やかな肌色の女性整備兵を乗せたガンス、氷雪の上を踏みしめ、シュトラール軍の行進が今始まります。想像して自分のスタイルで創作できる、僕にとってこのプラモデルは最高の遊び場なんです。